バケクジラ、バケクジラは日本の海の怪物、妖怪である。白い骨格のみの姿をしたクジラであり、骨クジラとも呼ばれる。まだ日本海でも多くのクジラが取れた時代、出雲国は島根半島での話。参考、セミクジラの骨格ある雨の夜、沖合から大きくて白い何者かが海岸へと近づいてきた。漁師たちが目を凝らしてみると、どうやらそれは、 クジラらしいと分かったので、いそいそとこぞって船をこぎ出して、いつもの漁にかかったが、いくら森を投げ込んでもその獲物はびくともしない。不思議に思ってよく見れば、獲物と映っていた大きな体はただ白い骨ばかりのヒゲクジラで、川や肉はどこにも見当たらなかったという。そのうち、あたり一面は奇妙な姿の魚で満ち溢れ、さらには怪しげな鳥までが目の前に現れたが、 潮が引くにつれて、それらは何事もなく春か沖の彼方へと去っていった。漁師たちはこの回を死んだクジラが怨霊となって現れたものだろうと噂しあった。なお、これよりの地下クジラが現れたことは一度もない。また、1983年春には、石川県富下州郡穴水町の前並漁港で、沖合500メートルで巨大な骨格らしき物体が引き上げられ、 骨クジラと呼ばれて、マスコミに報道された事例もある。全長5メートル、太さは50センチメートルから1.5メートルにも及び、現地の漁老町は、クジラの骨だとすれば、全長100メートルもあるだろうと語っている。妖怪漫画を制御とする漫画家、水木しげるは、紙芝居を描いていた1950年代、カクジラの話に取り掛かったところ急な高熱に倒れて、 制作を断念したという。あの時はバケクジラにたたられたのではなかったかと、水木は後年の著者の中で述べている。後に、ゲゲゲの北郎アニメ第4作や漫画、妖怪戦物語でも登場した。どちらでも神聖で善良な存在として、北郎たちを助けたが、アニメの最初の登場話を担当した脚本家の一人、橋本博は水木のようにたたられるのではないかと、 心配したという。ただし、別冊新表、水木しげるの世界では高熱に苦しんだのは、化けクジラではなくて、化けガラスの製作中だとされている。また、島根の沖周辺はクジラにまつわる伝説が多いが、沖のチブわに、明は元年に、クジラが流れ着いて、以来、火災や、薬病などの災いが続いたことがあった。これは、クジラのたたりと考えられ、 クジラの霊を慰めるために手踊りを奉納したのが、一宮神社奉納歌舞伎の始まりと言われている。ありがとうございます。